はい、どうも、ふめだよです。つむつむ速報ということで、エアコンの音がちょっと気になるかもしれませんが、今日のミッション数アップということで、3個から5個に、アップするよということで、激アツキャンペーン来ました。で、このね、ミッション数アップって基本的に記念、ダウンロード記念とかのやつとか、あとはつむつむの日とか、あとはまあそれこそあの周年記念の時とかにまあ来るんですけど、今回は特にないんすよ。これやっぱ1億ダウンロードのにまあなんか絡んでる感はなんかちょっとあるような気はするんだけど、それやったらまあなんかここのね、まあ1億ダウンロード記念で今日のミッションスアップみたいな感じでやってもらったらいいっていうところがあると思うので、まあ何とも言えん感じはあるよねというところであるんですけど、今日のミッションスアップはですね、本当に熱いんで、単純に500コインもらいつつ、この宝箱が2日に1回もらえるということで、3月26日までなんで、22、23、24、25、26、5日間の開催なぁ。熱いっすね。はい、っていうところになっております。あとは特にございません。あと、そう、広場が24日までなんですよね、これ。あの、報酬受け取り。これ必ず受け取ってください。で、この後に、それこそ1億ダウンロードがあるのであれば、この1億ダウンロードの、あの広場イベントがおそらく来るんじゃないかなと思ってて、先月2回あったじゃないですか、これ。はい、今年は今月も多分2回あると思うので、まあそれであればやっぱっていうね、まあ自分の考察前あげましたけども、まあその辺がちょっとね期待できるかなと思います。はい、ということで、つむつむ速報でございました。まあ今日のミッションスアップはですね、本当に熱いんで、忘れずに、やっていきましょう。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。